さあ始まりました声優たちの金曜日、今回のゲストはなんと豪華なこのお二方です。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。大人気声優の福山潤です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、近藤孝之です。よろしくお願いします。お願いします。チームブラックスッパーでございます。よろしくお願いいたします。さらに今日はこの方にもお越しいただいております。はい、声優ではございません、ブラック編集部編集長斉藤 V です。よろしくお願いします。お願いします。斉藤さんがおすすめのゲームをみんなでプレイしていくということなんですけれども、はい、今日お持ちしたのは、はい、桃太郎電鉄昭和平成令和の定番をお持ちしました。やったぜ、やりましたよ。お手伝いじゃねえか。それぞれが鉄道会社の社長になりまして、はい、サイコロを振って目的地を目指しながら総資産日本一を目指すというゲームになっております。そうですね。本日は3年決戦モードというのがございます。所持金が1億円で始まりまして、うん、最初からサイコロが2個になる急行周遊カードというものと、はい、ランダムな駅に飛んでいくぶっ飛びカード、この2枚のカードを持った状態で始まる3人決戦モードでやっていきたいなと思います、はい、ちなみに今回ビリになった方には罰ゲームがあるそうなので、皆さんに負けないように頑張ってプレイしていきたいと思います、はい、それでは早速プレイしていきましょう。はい、はい、じゃあ早速やっていきましょう。やっていきましょう。目的地東京出発でしたっけ。近いとこがいいですね。どこだ、どこかな。神奈川。石川県。いいとこ、いいとこ、いい感じ、いい感じ。兼六園で有名な。ああ、私からですか。私、あの、桃鉄、あんまやったことないです。いや、でも世界の TK さんですね。世界の TK、あんま関係ないやつ。記念すべき1投目。収入なんて急行収入で、スタートダッシュを決めていくぜ。25マスで、いや、2、なかなかいい。最先いいじゃねえ。なかなかいい。さすが集英社に愛されてる男。どっち行っても赤だぞ。赤だ。まあここはやっぱりもう自己主義でしょ。さあ来い、運命の一投。やばい、いいですね。いいですね。でもカードもらえんじゃん。あ、カードじゃないか、八王子か。八王子、八王子でじゃあパンカツ屋買いましょう。おー、50% なんで利益率高いやつを買っていくと。桃鉄に非常に、いやもうね、詳しいというか、お金を稼ぐのは楽しいからね。あ、おカード売り場に、売り場か。いやでも1億円以外も何か買えるんで、買いましょうか。あっ、あ、急行集特許証、これどうするかですね。いやもうぶっ飛び買って、もう次のターンで。ぶっ飛び行く。ちょっと待って、俺そんなことやっていいの。じゃあぶっ飛ぶで。買っちゃうか。マジでこの人です。いいんだよ、3名しかねえんだから。確かにそうなんですよね。短期決戦ですよね。糸井川、買い占めよう、買い占めよう。あ、でも、あ、でも利率超いいじゃん。糸井川高い、イエーイ。糸井川高いの 80% ってやばい。糸井川は上からな、ついてる。もう560万、次赤止まったら借金ですか。12個、やべえ、なにこれ、やべえな。いや、俺は言ったけど、おかしい、人に言ってることと違う。遠回りしてるのプラスに1回でお金を。ちまちましょ、これ楽しい。やっぱ最初のうちだけだよね、冒険できるのは。かっこいいよ、冒険しようぜ。いや、マジか、俺たちは夢を与える仕事だろ。いいぞ、いいぞ。どこ行くんだよ、どこ行くんだよ。やめてよ。あ、惜しい、あと2マスですね。いっちゃいますよ、はい、3マスだったかな。3マス来るか、来るか、来るか。おーい、マジで来た、来ましたよ。ひどい、ひどい、ひどい。何の空気も読まずに来ました。次の目的地、八丈島でお願い。うわ、来ないよな。すげえ援助金だよ。ありがとう、欲しいな、多く欲しいな。でしょうね、福山社長です。ごめんなさい、これはでも、いや、さっといな、遠いな、おい。
そうですね。あの、私、失うもの何もないので、ぶっ飛びまーす。あーありだ。ホールインワンがあるのか、ホールインワンがあるのか、いかないんだ。ホールインワンがあるのか、ホールインワンがめっちゃ遠い。下がってめちゃめちゃいい。さあ、来た。あー、そっか。クイズ来なくていいよ、全然。はい、あとボンビーさあ、やったやったー、開始6。これがボンビーの嫌なとこですよね。皆さんがちょっとうろうろして、なかなかつかない間にこっちで物件買う。ヘリポート行けんじゃんすか。本当だ、4カ所ヘリポート行けんじゃん。でもこれ、北海道が多分強いですね。ありますよね。まあ、やべえ、めっちゃ強い。全員爆やばい。やめてください。全員爆やばいよ、これ。斉藤さん、すいません。いっちゃいなよ。まあ、これはいっちゃいます。いっちゃいます。いいですか、こういうのはね、忖度やっちゃダメなんですよ。そう、これはもうですから。弱肉強食ですから。黒い。おい。晴天の激烈水でいい。やばい、俺全然面白くないじゃん。面白さをストップしてんの。今ストップしてんの。ここでもたつけばもたつくほど、でも爆発がすごいから。あ、本当信じるよ俺。このベクト俺がダメなんだよな。来い。10、どうなの。あ、行けんじゃない。登り別。めっちゃ悩んでますか。それが本気でやるんですか。いいですか、近藤君。こういう本気でやるからこそ、ここで仲良くなったら一生の友達になれるんですよ。あの時、わかりますか。ここで一生の友達になれるの。なりますか。今本気でやるからこそ、本気の友達が見つかるんじゃないか。僕はもう、集英社さんの作品でそれを教わりましたね。そうですよ、確かに。そうです、そうです。一生の友達作って帰ろう。そうです。さあ、俺だぜ。さあ、もう周遊はないぜ。そんなにまだ悪さしてないですもんね。船橋、福山さんが自分で買ってんじゃん。福山さんが買われたやつ。え、面白い。やっぱね、面白いでしょ。面白い。割り上がった。1枚割り上がった。2枚、どれ2枚割りました。あ、そっちか。さあ、問題の斉藤さんです。まあ、この3のゴールは次も4で4出すのも間違いなくゴール。え、買うしかねえの。すごい着実。利益率高い。こう消したら楽しみだな。プレイスタイルが違いすぎるね、俺。本当だ。空輸に入ったぜ。空輸に入ったぜ、近藤武之が。さあ、ボンビーが省エネ1か2しか出ない。まあ、1か2しか出ない。逃げる。よし、6。あ、いい、いいの来てください。もう本当に、もちろんしたいから。どれだ、ダビングいいよ、ダビングいいよ。え、ダビング次、いいカードが手に入ったら、ダビングカード使えば、それがダビングできちゃう。マジか。そうそう、いいね。さあ、4出せますよ。4、わー、すげー。マジで4出してる。すげー、やせー、すげー。はい、一生の友達作れてる。そうだね。次、南の方行けば、こんちゃんいるんだ。え、マジ。そう、ワンちゃん。すべてはやばい、やばいよ。本当、大変くて。すべてはクラスの楽しいっすね。やばいっすね、もう2回連続で。桃鉄楽しい。あ、ボーナスがもらえるんだ。いいな、中国じゃん。めちゃめちゃ金持ってる。すごい。誰だ。あ、俺かよ。マジで。前野さん。さあ、なんか近いところ。タロ、東京。調子、よ、近い。千葉。千葉、佐賀。近い。書いてくださった方の中から抽選で1名様に我々の寄せ書きサイン色紙をプレゼントさせていただきます。前編後編の両方コメントを書いてくださった方に限りますので、皆さんどんどんコメントをお願いいたします。